教えるのおじいちゃんブルー。イエーイ。皆さんこんばんは。こんばんは。メイケンとシーゲルのおじいちゃんブルーの時間がやってまいりました。お待たせいたしました。1週間、はい、ご無沙汰でございましたね。先週が第1回目、1回目でしたから、はい、今週は引き続き第2回目ということで、2回、ね、あの先週ですね、うん、は沖縄で、うん、あのちゃんぽんというものを頼んだって話でしたね。そう頼んだらこう、はい、まあ、平べったい丼っていうんですか、うん、皿ね、こうちょっとこう、ちょっとだからちゃんぽんっていうのもあれですかね、我々はこう、そうそうそう、ラーメンみたいな丼と思ってますから、それが皿、そう皿みたいな、そう皿みたいに、うん、なやつに 何かしらその肉と玉ねぎをこう刻んだ炒め物が、うん、ご飯の上に乗っかった丼ぶり物が出てきたということで、飛行機に乗ると僕ね三半規管が弱いのか知らんけど、うん、こう万力でガッと頭を挟まれたような頭痛に襲われるんですね、うん、で地上に降りてからも3時間4時間ぐらいその頭痛が続くんだけれども、うん、まあその一人で行った旅ではないので、はい、みんなの行動に合わせないといけないっていう、うんうん、で自分一人頭が痛いからって言ってそのなんかぶっとずらしてね、うん、俺は車に乗ってるからみたいな、そのなんか士気を乱す、士気はないのかもしれないけども、うん、雰囲気を乱すようなことをしたくなかったので、はい、中途半端に我慢してみんなと一緒に、レストランに入ったわけですよ、うん、でまあちょっと軽いもんがいいだろうなと思って、まあ、その考え方もまとまってないですよ全然、はい、なんかもうちっちゃかめっちゃかな中でもちゃんぽんっていうのが見えたので、あちゃんぽんでいいやって思ったら、うん、さてがっつりご飯物が出てきてえって思ったっていう、そういう旅の一番目の思い出ですね。まあ、ちゃんぽんというのを九州人でね、うん、僕ら本土の人間が聞くと、はあ、もう麺しか考えられない、そう、ね、野菜が乗ってるうちは似たようなもんかもしれないですけどね、うん、中がね、うんうん、まあ大体丼が出てきて、ね、普通にラーメンのようなところに麺があって、そう上に野菜がたくさん入ってると、そうこれしかないですよね。だから食べたのか食べてないのかも記憶にないぐらい、うん、その頭痛に僕は支配されていったわけですよ。だからもうその下りそのものが現実だったのか、うん、もしくはその苦し紛れの僕の妄想だったのかも分かんないぐらい、そのちゃんぽんっていうものに対しての認識っていうのが未だに揺らいでるんですよ、うん、あのね、うん、いや僕それでまあ相当しげちゃんが持ってるなと思ったもんですからそれでね調べてみたらね、うん、ちゃんと沖縄ちゃんぽんで出てくるんですよこれがね。出てきた、出てくるんです。もうしっかりと、はい、うん、まあ一つのジャンルというかちゃんとした単語としてね、うんうん、で、そのやっぱねこうコンビーフとかね、うん、肉は、うん、まあ、三枚肉、豚の豚肉の、はいはい、まあ、そんなものを使った野菜炒めみたいなものを作ったものが、うん、やっぱりね皿なんですよ結局。あのその行ったお店じゃなくて沖縄のちゃんぽんというのがやっぱ、うん、皿に乗ってるみたいで、皿にご飯が持って、うん、それにこうまあ肉野菜炒めみたいなものを作ったものが載ってると、うん、だからね記憶はね相当正しい。なるほど。相当正しいんです、うんうんうん、だからちゃんとまあそれは頭が痛かったからなんか幻を見たとかでもなくね、うんうん、ちゃんとね沖縄ちゃんぽんっていうことですよ。沖縄ちゃんぽんっていうのはそういうご飯ものっていう、そう逆にじゃあ麺ではないっていう、麺ではない、だからもうここがそもそも我々には分からない、いや沖縄のちゃんぽんっていったらそのご飯物であって、うん、別にその麺のちゃんぽんとご飯物のちゃんぽんが共存しているわけではない、はあ、沖縄ちゃんぽんはご飯、僕らほら、うん、ちゃんぽん麺ってとか言ったりするでしょ、うん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 、そのくらいちゃんぽんと麺はひっついてますからね、うん、そうね、他の解釈なかったですね、ない、ない、うん、だから今度はね逆にねこう沖縄に行ったらねちょっとちゃんぽんを食べてみたい、沖縄ちゃんぽんをね丼を食べてみたいなと思いましたよ、うん、調べていったらね、ね、その沖縄全島、うん、北から南までね、うん、そのちゃんぽんってオーダーしたらそれが出てくるのかどうか検証してみたいですね全部あるのかどうか知りませんけどね、うん、でもまあいろんな沖縄の番組がありますけど、はい、あんまりちゃんぽんは出てこないからね、あのテレビとかで見てても、うんうん、だからねやっぱ
ぱちょっと行くか食べに行く価値はあるかもしれません。いや僕もちょっと、うん、まあリベンジじゃないけど、再チャレンジね。まあぜひ今度行ったらチャレンジしてみましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きましてね、今回から、まあ、先月ちょっとお話ししたように、はい、まあ、新しいこう青少年の、うん、まあ、ご飯が食べられなかったり、うん、あの買える家がなかったり、はい、まあ、本当にこう普通のちょっと恵まれない子とか以上に悲惨な子たちがいて、実はまあそれをあの救っているというか、うん、懸命に支援している人たちがいて、それもその奄美大島で実際に40年間にわたってですね、そういうもう支援をずっと続けていらっしゃる施設があり、そういう人たちがいるということで、今回まあ映画化で今着々とその映画化が進んでいるということなんですけど、今日はねその映画をプロデュースする、うん、タック安倍さんという方が、タック安倍さん、うん、という方がいて、今回はね、まずは安倍さんのちょっと経歴とか、うん、まあ今までされてきたことや、まあ、この映画に対する意気込みなんかをですね、はい、ちょっとタックさんから情報をいただいているので、ああそうですね、ちょっと皆さんにご紹介をしたいと思います。はい、この映画自体は、うん、まあ、奄美の千田、千田っていうのは沖縄でもそうですが太陽という意味で、うん、奄美大島でも、はい、千田は太陽のことらしいんですけど、はい、奄美の千田というタイトルで、はい、まあ、お送りをするということで、はい、タック安倍さんはですね、あの24の時にはもうあの夢の舞台であるハリウッドに行かれたと。お、若くして、若くして映画制作の道を、まあ、歩まれたなんですけど、うん、まあ、そこでですね、こうこうなんとあの巨匠、うん、黒澤明監督と出会ったっていうんですよ。黒澤監督、そうだ、たくさん若くして渡って、うん、でハリウッドで映画の世界に身を投じて、うん、そこで会った人が黒澤監督っていうんですからね、すごいですね。いやいやいや、すごいですね。すごいんですよ。世界最高の監督のお一人ですよね。そう、 そうです。それでジョージ・ルーカスもスピルバーグもね、そうそう、尊敬してやまないという黒澤明監督です。そうそうそう、いやその後ね、だからね、うん、そういう方々ともたくさんはね、うん、スピルバーグなんかと交流したりしているわけですよ。まあ、当然黒澤さんの映画を、はい、あ、映画って言っても影武者、最初のプロデュースっていうか、はい、あのハリウッドへ進出するために、うんうんうん、たくさんが、まあ、売り込んだというかね、はい、のがあの影武者だそうですけれど、はい、まあ、そこから多分いろんな人に出会うんでしょうね、たくさんも。なるほど。たくさんはアメリカで黒澤監督の影武者になったんですか。うん、あ、いいこと言いますね。あんまりいいこと言いますね。ダメで言ってもらうよね。そうね、時々言ってもらう。そうそうそう。何のために言ってもらう。自分の正気を確認するためにね、ちょっと今、ちゃんぽんだけダメさんじゃないかと。いやいや、まあ、今はあの立ちくらみする体調の中で収録してますんで。そうそう、それ言うの忘れてました。あのマスクを今日はしてることをね、ご勘弁いただきたいと思うんですけど、はい、あのいつもあのなんとか世間のこの騒ぎのマスクじゃなくてですね、そうそうそう、本当に体調が悪くて、本当に体調が悪い。今日というか、さっきまで寝込んでて、あの、はい、この収録に駆けつけてくれたんで、はい、ちょっと今日はね、あの用心してマスクをしているということでありますから、まあ、ラジオって説明したんでしょうがないですけどね。言わなくてもよかったです。言わなくても全然言わなくてよくねっていう話なんですけど、たくさんね、会社がびっくりするんですよ、この名前が、ほうほう、黒沢エンタープライズ USA。 すごいですね、なんかすごいでしょ、すごいでしょ、これ宇宙大作戦みたいな。いや、黒沢監督がね、やっぱりよっぽど気に入ってくださったんでしょうね、黒沢っていう名前をね、それを冠していいよっていう。そうそうそう、すごいじゃん。ちょっとないですよね、こんなのね。ちょっとないですね。すごいんですよ。それでまあ、以来その監督と出会って40年も、はい、まあ、監督のね、黒沢監督の、うん、ハリウッド、はい、ハリウッドというか、まあ、世界配信でしょうね、うん、そこからの世界配信の、まあ、いろいろ会社をされてたんだろうというふうなことだと思います。それで、まあ、そんな方が、うん、まあ、今回
こう出会って、こう、うん、ずいぶんギャップがありますけれど、まあまあほら黒澤監督といえば、はい、エンターテインメントじゃないですか。もうその映画そのものがね、素晴らしい映像美とこうストーリーで魅了するってことなんですけど、うん、今度のその奄美の木田は、うん、打って変わって、うん、本当にさっき言ったように苦しむ子どもたちとか、うん、まあそれを赤裸々に今ビッチカといえばこう、ね、映画にしていかなきゃいけないわけで、まあ、うん、少なくとも単純なエンタメっていうか、うん、そんなことはできないですね、表現としてはね、うん、そうですよね。だから細かい情景描写だとか、その人の感情の表現とかっていうのを、うん、セリフじゃなしに、うん、その絵の力だけで世界に訴える力が黒沢映画にあったじゃないですか、うんうん、ありましたね。何にも言わせないのに、うんうん、ものすごい説得力っていう、まあ、そういう現場を目の当たりにされてきたと思うんですね、うん、タッカー阿部さんは。そうですね、そういうエッセンスをね、タック節っていうんですかね、うん、映画にも盛り込んでいただけるんじゃないかなと。そうね、すごく期待して、そういうところ楽しみですよね、はい。それで細かくはね、うん、徐々に、キャスティングとかがもう決まってくるんですけど、うん、先週もちょっとこだけ言いましたが、はい、脚本はもう第1稿が上がっていて、はい、うん、まあ、来週あたりはちょっと脚本家の小島秀樹先生とおっしゃいますけど、はい、小島先生についてちょっとまた来週は皆さんにお伝えをしていきたいと思います。はい、それで、まあ、最後タックさんからのこうメッセージが、はい、来ているということなんで、はい、ぜひ皆さんにお伝えしてほしいと思いますが、はい、じゃあいただいたタックさんからのメッセージを読み上げさせていただきます。はいはい、この映画が全国で上映され、一人でも多くの子どもや若者たちに希望と笑顔の未来が訪れることを祈っております。詳しくは映画アマミのティダで検索してくださいといただいております。ありがとうございます。ありがとうございました。映画アマミのティダで検索をすれば、はい、もちろんそのまだ映画の詳しい内容まではもちろん触れてはいないわけですが、はい、そういうことプロジェクトが始動しているということが分かりますので、ぜひそちらの検索の方も一緒にしていただければと。そうですね、はい、まあ、そうすることでまだこの段階でね、皆さん奄美の木だって何だろうっていうことでハテナマークが3つぐらいつくと思うんですけど、そうそうそう、このこうね、創世紀の時代からですね、一緒にこう作り上げていくみたいな感覚があると、うん、封切られた時の感動もひとしおでしょうね。そうそう、なんだかよく分かんないうちから知らせてもらったんだけどみたいな、やっと分かってきたってことね。そうそう、やっと分かってきたって。ぜひこれはその映画を単に見るという話じゃなくて、うん、テーマがテーマだけにですね、そう、一緒に映画がこうできる段階でも僕らも考えて、うん、はい、青少年やそのこれからある日本を背負っていく子どもたちのことを一緒に考えていければということで、この映画をご案内をしておりますので、はい、ぜひ、そっちの方も、はい、検索の方もしていただいて、ラジオも聞いていただきたいと、そういうことでございます。そうですね、はい。それじゃあここで名犬バンドの曲を1曲どうぞ。あなたの笑顔を見たい。
めないで諦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 めないで待ってました。エステサロンと美容室の皆様へお知らせです。在庫を持たずに商品が売れる、予約もバンバン入っちゃう夢のアプリがついに誕生。エステサロン美容室のデジタル化のお手伝いは美容と健康のダダアプリにお任せください。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。こんなアプリを待ってました。エステサロンと美容室の皆様へお知らせです。在庫を持たずに商品が売れる、予約もバンバン入っちゃう夢のアプリがついに誕生。エステサロン美容室のデジタル化のお手伝いは美容と健康のダダアプリにお任せください。お送りしてまいりました前半戦、名犬とシーゲルのおじいちゃんぷる、はい、後半戦に行きたいと思います。そうですね、世間ではですね、読売巨人軍の原監督が突然、はい、辞任を発表されて、今シーズン終了とともにですね、はい、監督をお辞めになって、阿部ヘッドコーチに監督を譲るという、はい、つい、先日そういうセレモニーがあったわけですよ。阿部さんというと僕は阿部寛さんしか知らないですけどタック阿部さんとかね、タック阿部さんなんですよ。でこう野球の話をね、シーゲルちゃんとするっていうのはいろいろ師匠が気が引ける気もするんですけどね、まあ、これ重大なニュースですから野球界にとっては。それでね、ちょっと今日はそれ一応ですね、なんで原監督が辞めることになったかというと、世間ではですね、巨人軍が2年連続 B クラスだ、4位なんですよ。4位で終わった。それはね、球団史上初なんですよ。2年も続けて、まあクライマックスシリーズ中が前は決勝戦にも出れない、予選落ちっていうことですよ、4位で、4位ってことは、その3位までが前半で、そう、4位から後半は後半ですね、後半でしょ、まあだから B 軍ですよ、 A 軍 B 軍が、1軍2軍だ、2軍の方の落ちだったんで、まあ監督が責任を取って、まあ辞めると、辞めたということになってるんですよ。まあ本当は分かりませんよ、この世界、勝負の世界だから、もっと厳しいやり取りがあったのかもしれませんし、それは分からないですけど、その今回その原さんっていうのは どのくらい監督を続けられたんですか。監督はね、10、まあ、全部でね、今回1回中断してるんですけど、17年なんですよ。大変な監督なんですよ。17年監督をやって、で3連覇っていうのは分かりますか。3年連続優勝、優勝、これが2回もあるんですよ。ほら、3年連続が2回ですよ、これだけで6回優勝してるってことでしょ、だから17年のうちに、9回優勝して、3回日本一。分かりますか、この理由が。なんか分からないでしょ。17年やって、9回優勝して、そのうちの3回が日本一になった中間と。じゃあ立派だねっていうこと大変なことなんですよ、こう野球ファンにとっては。そう、大体監督になって1回優勝すればね、優勝監督と呼ばれていいんですよ。大変なんです、監督って。大変なことなんですね。3年連続を2回もしたんだから、いかに大変かね。えリスナーの皆さん、本当申し訳ないです、スポーツ全体に対して何かこう考えようという、こう器がないというか、ね、そうなんだ、
自分でもちょっとびっくりしたことがあって、うん、2年ぐらい前に、うん、ほとんどテレビ見ないんだけど、よくほらラーメン屋さんとかテレビついてるじゃないですか、うん、ついてる、でちょうど野球やってたんですよ、うんうん、で首をこうやってもたげながら、大体上にありますよね、うん、あるある、こう見上げながら見てたら、あの大中小の中の字と、うん、カタカナのソって書いてあったんですよ、で野球をしてるのは分かるんですよ、うんうん、だから中とソって書いてあったんで、うん、あ、中国対ソ連かと思ってね、そのくらいなんですよ。だからこのね、原監督の話題をこう出していいもんか迷いましたけどね、やっぱこの流れがあるから、はい、今日流しとかんとも来週はニュースにならないですからね、これね。ああ、そんなもんですね。シゲルちゃんとのトークでまさか野球の話をするとは思いませんでしたけども、 あれでしたよ、あのサッカーの鹿児島は、あの、うん、鹿児島ユナイテッド FC ってありますよね、はい、あります。で、まあ、名犬バンドも応援して、うん、ユナイテッド FC の歌も作って、うん、歌ってるぐらいですよ。ですよね。ほんで、去年でしたか、おととし、もうちょっと前ですね、うんうん、その FC の選手も来て、はい、あるこう公演みたいなところで、そうですね、ね、ライブもやって、うん、で彼らにもこの歌を歌って、はい、優勝してほしいと、うん、こうそういうテーマのライブだということは前に言ってたの、シーゲルちゃんにね、はい、それは。はい、で当日になって行って、うん、はい、ここはステージだっていうところに行って、はい、でそこにこう垂れ幕が後ろにあったんですよ、うんうん、でそこに鹿児島ユナイテッドって言うと FC って書いてあったんですよ、はいはい、だからしげるちゃんが俺に言ったのは、うんうん、この FC って何ですかねっていうから、いやだから鹿児島ユナイテッド FC のところで、あ、フランチャイズかなんかですかって、そんなこと言いましたか、ね、いやいや、俺何のためにこの鹿児島サッカーの話をして、ね、地元から出てね、サッカーチームを応援しなきゃいけないと言えばさ、うん、なんか分かるじゃないですか、フランチャイズですかはないでしょ。いや、それでも俺すごく考えたんですよ。考えたの？最初なんかなと思って、最初はフライドチキンかと思ったんだ。そんなことだから FC って普通 FC だけ言わないの、ずらっとこう名前を最初からね、鹿児島ユナイテッドとこ来て FC の、ああ鹿児島ユナイテッドフライドチキン、フライドチキンかなと思ったけど、あ、でもさすがにフライドチキンはないだろう、ないなと、そこにもないし、だから、あの鹿児島のユナイテッドが、うん、そのライブしたとこが地方都市じゃなくて、だったじゃないですか、うんうん、そうそう、だからいろんなとこにこののれん分けしてるのかなと思って次は、うんうん、だからおそらくフランチャイズだと、うんうん、あるじゃないですか、いろいろと、うん、あります、セブン&アイ・ホールディングスとかね、うんうんうん、フランチャイズです、うんうん、あ、もうフランチャイズだと、うん、僕の中で決まりまして、まあね、うん、考えたわけよね。だから垂れ幕を見てね、そうそうそう、あ、でこの場所、うん、あ、そういうのを考えて、場所から考えて、ああ、だからフランチャイズでここの場所にこうやって来てらっしゃるんだと、うん、あ、そうね、うん、フランチャイズといえばフランチャイズかもしれないですね、似たようなもんですからね、うん、じゃあ今日はこの辺で、はい、ネケンとシーゲルのおじいちゃんぷる、島で生まれた、チェストチェストで生きてきた、風呂に入るの俺が先、黙って後からついてこい、あなたを立てて生きてきた、家族を支えて生きてきた、男と醤油が甘い街、お風呂とあの世はあなた先、人生は楽しいね、鹿児島に生まれて感謝してます、今夜は楽しいね、女に生まれて丸儲け、俺には絶対夢がある、何が
したのが運の月。国家を議論する、珍家事など気にするな。